やっぱこの感じやとあれやね、朝を迎えたら多分3日目になるな。え、なんかあれ人おらん？んで、ここで、アキンドナッツから買える。どこ？アキンドナッツ。なんか出てきよる、あ、あれか。ここの上におるやつか。なんかおったよね、確か。あれじゃない？え、違うかな。君話せる子だよね。あ、だよね。マイドッピ、お客さんこの辺の人じゃないね。わし、デクナッツ専門で、ここで魔法の豆売っているんだけど、本当はふるさとを離れて、もっと賑やかなところで一旗あげたいっぱい、あげたいっぴ。でも、よそで商売するには、それなりの筋を通さないと店が持てないっぴ。わかるかい、お客さん。何？え？何？悪い悪い、商売してなきゃわからねえ話だったっぴ。別に気にしないでくれっぴ。売ってくれないのか？何か必要なのか？何が必要なの？デクナッツ専門って言ったけん、ちょっと一旦デクナッツになってみるか。そしたら売ってくれる？どうも。本当はお城の中で商売しようと思ったけど、でっかいタコがね、いてね。しょうがないからここで商売してるっぴ。お客さん、魔法の豆って知ってる？一個10ルピーで売ってやるけど、お、やっぱアキンドナッツやったら売ってくれるんやな。アキンドナッツやったらじゃないわ。デクナッツやったら売ってくれるんやな。買う買う。まとめて売ってくれる？え、ちょっと個数とか選ばせてくれるかな？いるいる。一回一回このやりとり？個数選ばせてくれよ。これで3、うん、あと2ついるんだよ。これ1個でなんか数個分とかじゃないよね。これで5個かな。魔法の豆。あ、これね、5個。オッケー。ゲットした、ゲットした。それで、とりあえず必要なのが、魔法の豆5個、魚、ミルク。で、あとは、現地調達ができるんか。なんか、ビッグポー？これ敵の名前じゃない？え？違う？でも必要って言うけんアイテムなんかな？なんか敵にそんなんおらんかった。気のせいか。久しぶりにこの格好になった気がする。めちゃくちゃ久しぶりにこの格好になった気がするよ。他は必要な。あれ、なんか薬必要みたいなんよらんかったっけ？気のせい？いや、気のせいじゃないな。なんか、青い薬みたいな必要やったよね。青い薬。あ、そっかそっかそっか。青い薬が欲しいけど、100ルピー必要で。で、多分あの時、まだ私、財布を大きくする前やったけん、100ルピーも持てんかったんよね。やけん、絶対に手に入らん、どうしようってなっとったような気がする。100ルピー集めていこう。ないな。ルピー、ルピー。ちょ、ルピーだけでいいんすよ、私。え、やっぱこの感じやとあれやね。朝を迎えたら多分3日目になるな。え？なんかあれ人おらん？え、あんなとこに人おったっけ？なんかめっちゃ踊りよんやけど。怖い怖い怖い。こんな時間に。何やってんの、あの人。こんな人おった？なんか、謎の音楽が聞こえる。ねえ、なに？ごめん。縁破壊した。え？
え、怖っ。我死して月に嘆き、我が舞を世に残せず、ただ食い入ればかり。え、幽霊なの？ま、この時間やし。悔しい、役。悔しいぜ、お月さんよ。俺は死んじまったぜ。ああ、俺のダンスで世界中を熱狂のるつぼにする予定だったのによ。幽霊なの？めちゃくちゃ元気な幽霊だね。この新作ステップ、誰かにレッスンしとけばよかったよな。幽霊ダンサー、カマロ、団員手帳に書き込んだ。え、なに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 ？新キャラ出てきたんやけど、なんか。え？なんか起こりそうじゃない？何にも起こらんのかな？ちょっと待って。このキャラでもなんかイベントあったりする？ちょっと待ってね。あ、なんか、あれっぽい。ちょっと待って。癒しの歌？癒しの歌ってあったよね。あのなんか音楽家の兄弟のやつ。あ、これや、癒しの歌。左、右、成仏させればいいってことか。左、右、下、左、右、下。でもステップは覚えてあげんでいいん。左、右、下ね。よし。サークル破壊してしまったけど大丈夫？癒しの歌を奏でた。何が起こるんやろ。踊ってんなぁ。我が舞を世に巻き育てよ。役、あんたに教えたからな。流行らせてくれよな。この役は何？直接言ってんのか、この人が。教えられ、怖い、何？怖い怖い怖い。どういう、なんかだいぶ上半身ぐらいまでない？このお面。お面なのか、これは。カマロのお面を授かった。遺言通り、奇妙なダンスを流行らそう。頼んだぞ。役、頼んだぜ。そのまんまやけん。いいよ、そこ訳さなくて。ダンスの後継者になった。団員手帳に書き込んだ。うおい、召された。待って、これで。あ、ここが埋まっている。カマロのお面。え、怖っ。上半身まであるんかと思ったら、これで顔だけなの。超怖いんですけど。うわぁ、踊ってる。めっちゃ踊ってる。え、で？カマロのお面。最初の日と次の日の夜？最初の日の、最初の日と次の日の夜。あれ？ダンスの練習。あれか。ダンスの練習をしよる姉妹に、カマロのこの踊りを教える。もう朝になるんじゃない？ちょ、待って、飛べばいけるか？怖い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 。めっちゃ怖いんですけど、このお面。なんでそういう作りなん？クロックタウン。クロックタウンで、クロックタウンの西側、宝くじ屋の前。宝くじ屋どこ？わからん。まあ、行けばわかるか？ここ南だね。西はこっちか。宝くじ屋どこだ？おるかな？あ、西やん、ここ。おった！おったよ！めっちゃ怒られたけどね、ねえ。ほら。この踊りを見て。お、めっちゃなんか、姿勢よく聞いてくれている。どうすかね、この踊り。あ、一緒に踊ってる。うわぁ、なんか異様な光景だわぁ。不気味だわぁ。ただ100ルピー集めたかっただけなんだけどな。ん、なんだ？兵士まで見てる。何？どうした？あの、ステップをご伝授、ありがとうございます。いえいえ。あなたはうちらのマスターです。さっきまで邪魔とか言ってたのに。
ハートのかけらを手に入れた。今集めたかけらは2個、あと2個で体力アップ。踊り子のハートを奪った。そういうこと。団員手帳に書き込んだ。じゃあさ、一人一つずつでいいんじゃないの。二人で一つなの。マスターかっこいい。このお面不気味じゃない。でも褒められた、やった。あ、踊ってる。さっきの踊りだ。マスター、うちらのステージ見てくださいね。楽しそうでよかったよ。何か思うことがあるかい。別に何もないっぽいな。まあでもなんかこんな、なんか長くはないけど、ちょこちょこっとしたストーリーみたいなのも、なんかまだ散らばっとるっぽいね。他にもなんかあるか。ロマニー牧場のコッコ小屋。ロマニー牧場のコッコ小屋でも、何かしら。あのなんか、前にさ、どうだ?ちゃんと動画に映っとんかな?わからんけど。あのなんか、月が落ちてきて世界が滅ぶけん、なんか、このひよこたちがコッコになる姿を見ることができないみたいな嘆きよるお兄さんがおったと思うんやけど、あのなんか、全然なんて言うんやろ。あれよ、モヒカンみたいな。違ったっけ?なんかそんな感じのこわもてのお兄さんじゃなかった?で、その人のところで、ひよこをコッコに成長させてあげる。6時から、6時から、コッコ小屋が開く。ロマニー牧場行ってみるか。コッコ小屋。そう、このひよこたちを、どうやってコッコにするんかはちょっと知らんけど。このお兄さん。俺、じいちゃんに聞いたよ。月が落っこちるんだって?あんなにでっけえんだ。この牧場もダメだろうな。はあ、まあいいや。よくはないよ。俺の心残りは、こいつらがコッコになった晴れ姿が見れねえことかな。ブレーメン。ブレーメン。これね。は、怖い。別になんもないな。マッチ。なんかひよこが。なんかひよこがついてくるんだけど。なんだ?とりあえずひよこに近づいていってみるか。お、かわいい。だから何なんだろうというのはあるけど、とりあえずかわいいよ。全部集めたらなんかなるかな。何匹いるんだ。多分キリがいい数字ではあると思うけど、5匹?そんな少なくないか?こんだけ広い牧場で。牧場、コッコ小屋。もう今ここに見える時点で、10ぐらいかな。今、1、2、3、4。かわいい。見て、ひよこを率いてる私。変な光景だな。かわいいけど。今5匹ね。かわいい。めっちゃついてくる。私のこと親かと思ってる?ひよこやったっけ?何やった?とりあえず鳥は全般?わからん。あのなんか、卵から帰った瞬間に、一番最初に見たのを親やと思うみたいな。あ、おったおった。今何匹なんだろうか。これで1、2、3、4、5、6、7、8。今8。あ、あそこにおる。何も怒らんかったらどうしよう。いや、怒るよね、さすがに。
最終日にさ、なんかすごい平和な光景なんやけど。やば。何怖い。ねえ、お兄さん、コッコになったよ。ねえ、見てよ。なったよ、コッコ。よくわかんないけど、みんな一万円とさかなんかつけちまって。これで心残りはねえよ。これやるよ。何もういつでも死んでいいみたいな状態になった。それはそれでどう。何これかわいい。うさぎ頭巾をもらった。長い耳だ。野生の力が湧いてくる。これもお面の一つ。こいつらみんなおんどりなんだな。へへ。青年の望みを叶えてやった。団員手帳に書き込んだ。なんで毎回上からなんだ。このうさぎ頭巾は一体何に使うんやろ。やっぱここ全部あるんやろ。1,2,3,4,5,6 あと6個。うさぎ頭巾 C で被るとよく聞こえ、よく走る野生の力が湧いてくる。何それ怖い。そんな感じ。スピードが上がるんかな、走る。いいやん。でもよく聞こえっていうのは何、なんか遠くの方の敵の音かとか聞こえやすくなるってことかな。なんかやだな。なんかやだな。とりあえず100ルピー集めようよ。あと30だ、あと30。まあ時間もね、だいぶもうないやろうけん、とりあえず100集めて、100集めて何やったっけ。ちょっと待って、どこに行くんやっけ。あのイカーナのとこか。あやね、イカーナ渓谷におるアキンドナッツから100ルピーで。あ、君だね。どうも。毎度っぴ、わしこの谷で商売してるっぴ。お客さん、谷の向こうに行くのはやめておいた方がいいっぴ。あそこは呪われているっぴ。悪魔払いの被り物がなければ悪魔に取り憑かれてしまうっぴ。噂じゃ悪魔は同じ姿のものでないと怖がらないらしいっぴ。呪われた時に効く青い薬いらないっぴか。一杯100ルピーだけど。ください、それ。薬は中身だけ、空き瓶がなければ売れないっぴ。なんだと。ということはだ、でもどうなんかな、最低限必要なアイテムの中には、最低限必要なものの中に薬入ってないんやけど。あ、でも魔法の豆を求めとったやつと薬を求めとったやつがおったけん、入り口が違うだけで中は繋がっとるってこと。魔法の豆の方だけ行けばいいってことかな。わからない。わからないよ。どうしよう。そう、二日目の朝にさ、ゴーマンさんのイベントを見たかったんやけど、まあ、三日目になってしまったんよね、もう。けん、まあ、時を戻します?ちょっと、ペコパ的な感じで。てか、いろいろ、お面も全部集まればいいけど、まだこんなに細かいイベントあるんかな。それはなんか難しそうな感じがするよね。多分これね、どっちかしか手に入らんものとかもあるんじゃないかな。その選択肢とか、順番とかで。じゃ、この今が最終日、3日目の朝だね。ここからなんかイベントがある人はなんかいるのか?あ、待って、クロックタウンの町長さんの家だ。あ、10時になったよ。行こう行こう、町長さんとこ。とりあえず一旦普通に話しかけてみる。こっちやっけ。怖いんですけど、雰囲気。すでにほとんどの住人は自主的に避難をしました。町長の指示を待ちきれずにね。残るは公務員と聴衆だけ。町長、並びにカーニバル実行委員にお願いします。町にいる全ての人たちに避難勧告を出してください。ああ、まあ。
腰抜けどもめ、本気で月が落ちてくると思っておるのか。おかしなデマを信じて慌てた住人がパニックを起こして逃げただけだ。長兵はパニックを防げなかった。町の外こそ危険だぞい。事態の把握だと。カーニバルの中止こそあってはならない事態だ。そうですな、町長。ああ、うん、まあ。本気で言っているのか、武藤。貴様の目には、あの不気味な岩の塊が入らないようだな。岩。月なんでしょ、あれ。毎年今頃なら、観光客でごった返している時期だ。それがどうだ。街はガラガラだ。カーニバルの海を守るのは、確かにお前の仕事だ。だが、人あってのカーニバルだろう。町人や徴兵を巻き込むのはやめてもらおう。徴兵は逃げたければ逃げろ。我々聴衆は古のしきたりに従い。めっちゃなんかシンクロしてるキモい。カーニバルを成功するわい。町を捨てる自警団なら聞いたことないな、焙煎よ。アルマ奥様もそうおっしゃるでしょうな、ドトール町長。嫁さんの話はやめようよね。多分今まで2回ぐらい見てやりとりねえけど、これで、何、夫婦の面か。懐かしいな。若いカップルが結婚したんだね。君の息子だよ。母ちゃんちゃんと逃げたかな。何、今なんて言った。何。あ、そっか、腰抜けどもみたいなこと言ったくせに、母ちゃんは逃げたかなって心配するんか。皆さん家族のことが心配でしょ。少し会議を中断しませんか。しかし町長、いいじゃないですか。意地で残るも、家族を守って遠くへ逃げるのも、それは皆さんの自由ですよ。なんかすごいはっきり意見しよる。ああ、うん、まあ、じゃなくなった。ありがとね、会議を終わらせてくれて。いや、私は別に目音の面をつけて話しかけただけなんです。大人はみんな意地っぱりだから、みっともないよね。てか何、若いカップルじゃなかったら目音の面はもらえないの。あ、なんか、熟年結婚とかじゃダメなん。これはお礼だよ。なになに？お、ハートのかけら。今集めたかけらは3個。あと1個で体力アップ。そりゃ私は頼りない町長だけど、嫁さんぐらいは守りたいね。あ、ちゃんと愛あるんすね。よかった。なんか尻に敷かれてるだけかと思ったよ。町長を会議地獄から救った。会議地獄。団員手帳に書き込んだ。よかったよかった。あんたも避難しな。はっきり意見言えるじゃねえか。焙煎隊長、町長命令は絶対だ。それじゃあ門兵たちも待機ですか。待機だ、クソ。自由にしなって言ってたよ。自由にしていいんだよ、君らも。てかずっとさ、奥さんおらんくない。おらんよね。奥さんは一体どこに行ってるの。もう避難したってことかな。最終日やし知らんけど。多分最初の日とかはおったはずやけど、その後ずっとおらんねよね。さあ他に何かイベントはあるのかしら。あー、なんかあれか、宿屋の、宿屋でなんかさ、最初の方にあの、めっちゃ不気味な手だけみたいな人おらんかった。あれもなんかイベントか。なるほどね。とりあえず、あれだな。あの人は夜にならんと出てこんっぽいけん。まあ、また、いろいろ、何かしらイベントがあるかどうかを調べておいて、まあ、あれやったら、どうせまた戻すやろうけん。またね、初日に戻したりとかして、まあ、細かいイベントをいろいろ拾っていきつつ、進めていこうか。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。
いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、まさかの会員制のねバーに入ったらその後もうメイン進めていこうかなって思ったけど、まあ、そこで音楽のイベントがあったりとかその後メイン進めようと思ったら踊りよる幽霊がおったりとか、なんかいろいろ面白いね面白いね。ああいうの見たらなんか細かいイベント拾っていきたくなるよね